皆さんこんにちは、クルトです。それではハリーポッターと賢者の石 PC 版実況プレイパート22やっていきたいと思います。連続撮ってるんですが、前回はぼーっとしてキングダムハーツについて熱く語りすぎたら、まだある、熱く語りすぎたら14分とかになってました。急げ急げ。で、今回は実況もクソもなかったですね。この間クソとか言ってごめんなさい。実況も何もなかったですね。前回は熱く語りすぎました。そして時間を忘れましたね。申し訳ありません。ほんとすいませんとしか言いようがない。こっちには行かない。もう諦めました。カードとかいろいろ、ただクリアを目指しますとか言うと大体簡単にいくっていうか、なんていうか、ここなんだ、なんかよくわからなくなったな。まあとりあえず近辺の宝箱を開けておきましょう。頭の中はハリーポッターやりながらキングダムハーツいっぱいなんですけど、まあどうせ買えないんですけど、 3DS そんなにね、お金があったらね苦労しませんよ。いけないじゃんということでまた戻るわけですか。それでこっちなんですね。まあちょっと15分ですか、YouTube の動画の制限時間なので、まあとりあえず今回から1回15分くらいにしたいと思います。やばい、危ない、パカパカ折れるの勘弁してほしいですよね。ああ、なるほどね。YouTube で、まあ、キングダムハーツシリーズを知らない方も多いと思うんで、やっぱ簡単に自分が買わずに楽しむとすれば、YouTube で実況動画を見るのが一番手っ取り早いと思うので、キングダムハーツの1は、なんでしょう、なんでしょうって1は、この YouTube で言うと終わった。1はあれですよ、あれですよとか言って、あのゼロさんかコーダさんが実況してるのとてもいいですね。あれは楽しいです。なんであんな面白く喋れるんでしょうね。とても羨ましいです。ふい、おお。で、2はメアさんがやってますね。あれはとてもわかりやすいです。メアさんの、まあ何回も見てますけど、またいる、またいる。この辺のやつね、ビーンズしかないんで入れ。ちょっとここ逃げ場です。回ってこないんで、次ここ通ったらおかけていきましょうか。まあまあ、でまあスピンオフもいろいろあって、ワンとなんだここは、ワンとツーの間のお話ってことで、チェインオブメモリーズってのがあるんですけど、もともとはゲームボーイ、ゲームキューブだったんですけど、
人気でリメイクされてプレイステーション2に2のソフトで新たに出て、それが何ですか、リ・チェイン・オブ・メモリーですかね。それも最近メアさんが始めてるのでとても分かりやすいです。で、あとさっき言った DS のやつも、 DS のソフトも、13期間中止の DS のソフトも、あれは確か英語だったかな、まあ日本語版もあるかもしれないですけど、実況プレイがあります。あとあのムービーだけとかあるんで、ムービーだけの見るだけでも十分あの流れを追えると言いますか、話は分かりますね。まあでも実況プレイを見るのが一番楽しいですけど、バースバイスリープ、 PSP のバースバイスリープもゼロさんがやってらっしゃいます。またあれ待つのか、なんかぐる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 回ってる気がするな、大丈夫かな。おおお、開いた。あ、カードだ、やったね。ひょんなところで1枚発見しましたね。まあでも何ですか、バースバイスリープとそのバースバイスリープとその385オーバー 2DS のソフトは、おー危ない、なんと言いますか、あのね、ハッピーエンドじゃないので、おぶどうぜ、いやヒヤヒヤした今。今着地したじゃん、もういいや、めんどくさい。なんなんこれ、もうおかしいでしょ、何回死んでんだよ、超変、何やってんのこれ、は？あーもうやだ、おかしいこれ、絶対落ちる、なんかついてる、何だったんでしょうね、さっきの。何にも変わってませんよ、さっきと。怖いなぁ、もう。あ、そう、何したっけ。あ、そう、ハッピーエンドじゃないってのもありますね。ハッピーエンドで終わる物語がいいっていうの、いう方は、まあ、あの、キングダムハーツ1、2、ですかね。が一番いいんじゃないかと思います。で、いやちょっと待って。すいません本当に。また嫌な予感しかしないんですけど。ワンとで全シリーズ終わった後にリコーデじゃないコーデットっていうのがあったんですよ。それは。下ってる、もうやだ。それはあの DS で全部の物語が終わった後の話っていうので、ちょっと番外編みたいなんですけど、それは DS なので私やったことある、やったっていうかクリアしたんですけど、それもなかなか楽しいですね。それはなんていうんですか、ワンのワールドがモチーフになってるので、キングダムハーツ1が好きだった人はあれ楽しいです。私もそれで買ったんですけど、あれはなかなかいいですよ。DS ですけど。
あれもね、実況撮ろうかと思ったんですけど、さすがにDS って難しいですよね。カメラ的にちょっと厳しいかなっていう。まあそれはまあ全部が終わった後の話なんですけど。迷った。あ、もしかしてこっちじゃなかった。本当に力迷い込み事件ですよこれ。どうしよう。ここ戻っても意味ない。ぐだるぐだる。もうぐだってますけど、ちょっとすいません。だから嫌いなんだよ魔法薬。でも幽霊さんが来ないということはこっちではない。なんでこのぐる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 回ってんだろう。もうただのビーンズです。幽霊さんっていうか、さっきのなんだっけ、チミドル男爵っていうゴーストに会ってしまうと、会うっていうか当たっちゃうとダメージ受けるんですね。ちょっとどころじゃないダメージ受けます。なんでできるだけ当たらないようにかわしていこうという。こっちしかないの。戻った意味なかったね。なかったね。おーっつ、何をしてるんだ。また落ちるじゃないですか。はあ、なんであんな時々これそんなところでバグを起こしてくれるなよっていうね。何喋ってたっけ。そうそう、ハッピーエンドが良ければあれは遠慮した方が。なんか構えてますよねあそこね、ゴーストがね。ここで当たるんだよ。もう言ってて当たりましたね。ここなんだろう。あ、さっきのとこか。こっからあっちは飛べなくて、下も特になんもないから。ひどい、超ひどい。しかも体力ゲージが半分ぐらいになってしまった。ではそろそろ時間なので、今回はここで落ちる切りたいと思います。この後どうするんだろう。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよかったら見てください。クルトでした。